マイトです。なにわの細めパーソナルトレーナー内田誠です、明日ライジン東京ドーム大会が行われますね。今回もそれ勝敗予想 B ベットでできるので勝敗予想していこうと思います。まあ、僕の勝敗予想はちょっと他の勝敗予想動画と違っていかにこう格闘技見ながらお小遣い稼げるかっていうのを重点的にやってるので、ちょっとそういう観点で見ていただけたらと思います。前回行われた K1 のバンタム級のトーナメントも僕は黒田選手、優勝するのを予想したので、今回もねそういう大穴選手を、紹介できたらと思います。 B ベッド、まあ、昨日まで全試合天心選手の試合以外全試合こう変えるようになってたんですけど、さっき開けたらなんか何試合か消えてたので、まあ、もしかしたらまたこうパッと復活するのかも分かんないですけど、まあ、とりあえず消えてるやつはとりあえずこういう予想でいきますよっていうので、とりあえずまあ全部の予想を発表しようと思います。1試合目のドミネーター選手対ベイノア選手はこれ消えちゃってますね。まあ、消えてるんですけど、まあ、一応ドミネーター選手にまあかけようと思ってます。まあ、これもオッズはねドミネーター選手の方が低かったので、まあ、ベイノア選手の方がちょっとオッズは高かったんですけど、まあ、もう MMA 初戦ということでやっぱりまあドミネーターかなと思ってドミネーター選手にかけることにしてました。じゃあ次2試合目、シビサイ選手対スダリオ選手ですね。これは消えてないです。オッズが2人とも 1.8 倍になってます。まあ、この試合予想一番難しかったですね。はい、まあ、なかなか悩むんですけど、まあ、シビサイ選手に僕はかけようかなって思ってますね。一応キャリア的にもまああるので、ただまあ前回かな、そのモンゴル相撲の選手に負けてるので、ちょっと相撲系の選手には弱いのかなっていうなんか感じはあるので、ただまあ結構下からの関節足感とかもシビサイ選手できると思うので、そういうのにちょっとやられてスダリオ選手負けるのかなってちょっと思います。まあ、前回ちょっとね変なことスダリオ選手しちゃったんで、なんかまあ制裁マッチじゃないですけど、そこでちょっとねお灸据えられるような試合になるんじゃないかなと思います。次が、斉藤選手対ケラモフ選手。斉藤選手の方のオッズが 1.8 倍、ケラモフ選手が 1.5 倍です、ね、斉藤選手がチャンピオンなのに斉藤選手の方がオッズが高いですね。まあ外国人の方が強いって思われているのか、はい、まあ、ちょっと舐められてますよね。まあ、この試合僕まあオッズ高い方に買おうと思ってたので、まあ、斉藤選手の方がオッズ高いので斉藤選手にかけようと思います。まあ、でもめっちゃ強いですからね斉藤選手、はい、朝倉未来選手も勝ってるんで、はい、ここでまあ外国人にも勝てるぞっていうところを見せてほしいと思います。じゃあ次、元谷選手対岡田選手。どっちともオッズが 1.8 倍です、はい、これすごいねいいカード、国内で組めるすごいいいカードだと思いますね。ディープのチャンピオンとシュートのチャンピオン、はい、まあ、どっちも結構タイプなんか似てるような気はするんですけど、まあちょっとフィジカルの強さと、まあ、打撃の距離的にも僕はちょっと岡田選手の方がまあ、わずかにちょっと上手なのかなって思うので、僕は岡田選手にベットしようと思ってます。僕はこのバンタム級のトーナメント、まあ、朝倉海選手と井上選手がまあ結構人気2強になってますけど、まあ、その次に優勝候補は岡田選手かなって思ってるので、まあ、ここは勝ってくれると思います。じゃあ次が大木久保選手対春日井武志選手ですね。まあ、これ B ベットから消えてるので、まあ、どうなるか分かんないですけど、オッズは確か大木久保選手の方が低かったです。ま
まあ、ライジンでの、まあ、活躍もね、大木久保選手の方があったので、まあ、当然のオッズだとは思いますけど、でもまあ、この2人、前回戦ってるんですよね。それで、まあ、春日井選手が負けちゃって、まあ、判定 2-0 で際どかったみたいなので、まあ、そこをなんかちょっと番狂わせ起こしてくれるんじゃないかなと思って、春日井選手に僕はかけようと思ってました。まあ、復活したらかけようと思います。まあ、春日井選手、すごい魅力的というか、そのね、入場曲がすごい可愛らしいんですよ。なので、入場を見れる方は、そこをちょっと楽しみにしておいていただけたらと思います。次が、石渡選手対井上直樹選手ですね。石渡選手のオッズが 2.2 倍、井上選手が 1.4 倍。まあ、優勝候補の一人ですからね、井上選手は 1.4 倍。僕はね、ここもね、ちょっと番狂わせあるんじゃないかなって思います。まあ、石渡選手のこのちょっとベテランのね、豪快なところを見せつけて、番狂わせで石渡選手が勝つんじゃないかなと思うので、石渡選手に僕はベットしようと思います。まあ佐々木うるか選手にも勝ってるので、なんかまあ UFC 帰りのグラップラーにはちょっと強いんじゃないかなっていう傾向がもしかしたらあるので、石渡選手を応援しようと思います。最近井上選手打撃もちょっと上手くなってるので、そこは要注意ですね。次、朝倉海選手対渡辺修斗選手の試合、これもちょっと消えてるんですよね。消えてるので、まああれですけど、まあもうこれはもう朝倉海選手です。もうどの部分を見てもちょっと上回ってると思うので、どう転んでも朝倉選手が勝ちます、はい。で、次がムサイフ選手対サトシ選手の試合ですね。ムサイフ選手のオッズが 1.4 倍、サトシ選手が 2.05 倍です。まあ、ムサイフ選手の方がこうチャンピオンなのでオッズは低いですね。なので、まあ僕はちょっとここは実力拮抗してるんじゃないかなって思うので、サトシ選手にかけようと思います。まあ、ムサイフ選手のこのフィジカルの強さとか打撃の強さは要注意ですけど、まあもうグラウンド状態に持ち込めばサトシ選手勝てると思うので、まあこうじわじわ後半まで当てさせて、後半なんか一本決めるみたいな展開になってくればいいかなと思いますね。まあ、ちょっとムサイフ選手ね、戦争帰りなので、まあ、こうメンタル的にも怖いもんなしの状態になってるかもしれないので、そこはちょっと要注意ですね。で、最後メインイベントの朝倉未来選手対クレベル小池選手の試合、オッズが 1.6 倍、クレベル選手も 1.6 倍。まあ、オッズどっちも拮抗してるというか一緒ですね、はい。ただ僕はこのオッズ通りの実力差ではないと思うので、僕は朝倉未来選手が勝つと思います。僕はそこまでね、こう実力差がなんか拮抗していると思わないので、未来選手の方が割と圧倒して勝つんじゃないかなと思ってます。クレベル選手がこうプレッシャーかけながらテイクダウン持っていけるような選手ならちょっと違うかなって思うんですけど、青木真也選手みたいに、ああいう戦い方できる選手ではちょっとないので、未来選手がもう打撃の距離でずっと、ね、試合を支配して、もう最後まあチャンスがあれば KO、まあ、そのまま判定まで行って難なく勝つんじゃないかなって思ってます。はい、以上が、今回のライジン東京ドーム大会の僕の、ビリベットでの試合紹介予想です。まあね、格闘技見ながらね、お小遣い稼げるなんて格闘技好きからしたら最高じゃないですかね。そんな感じですごい、
ビーベット楽しいので皆さんもぜひやってみてください。まあ、明日見てる様子も撮れたら撮るので、それはまた、お楽しみに。今回こんな感じです。また。